2016年10月11日、僕たちはガリレオ・ガリレイを終わらせた。6年前に活動を終了した、ガリレオ・ガリレイというバンドを今日から始動させます。ずっと流れてたメロディー、涙みたいに止まらない。エンディングの後誰もが叫んだ。でも荷物いっぱいの赤い車でみんなを乗せて行こう。一人一人の続きに乾杯。僕らがステージを去り、物語を語ることがなくなってからも、ガリレオ・ガリレイで歌った曲たちは忘れ去られることなく、たくさんの人たちと人生を共に過ごしていた。ずっと探していた答えを見つけて、誰に歌っていたのか、誰に会いたかったのか、みんなの顔を見てまっすぐに言うことができる。会えたね。これは僕が始めたガリレオ・ガリレイというバンドの話。